おこしやす三条名店街、今回は美味しいお蕎麦がいただける本家田琴さんに伺いました。お話伺いますのはご主人の堀部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春になり随分暖かくなってきたかな、はい、という感じなんですが、はい、堀部さんのご趣味のマラソン、はい、どうですかこの季節は。もうフルマラソンの季節はもうぼちぼち終わりに近づいてきてるんですけど、そうですね、また次の秋に向けてというか、はい、夏場もまだまだ山のレースとかもありますので、ずっと走り込まなきゃいけないなとは思ってるんですけども、本業以上になんかそっちの方にかなり今力入れてますけれども。はい、先週も、先日も少し出られたということで、はい、そうですね、こちらまで東京までわざわざ行って、はい、雨の中東京マラソンを走ってきましたけれども、はい、雨で寒くて散々な結果でしたけれども、まあまあ楽しく、初めての経験だったので楽しく走らせてもらいました。そんな堀部さん、春とはいえ、まあ、今日みたいに雨が降っていると少し肌寒いなという気もいたします。そうですね。そんな時にですね、今おすすめの季節のお蕎麦ご紹介いただけますか。はい、今この冬の季節限定なんですけれども、はい、白味噌を使った、今日白味噌蕎麦という限定のお蕎麦を出しております。はい、どういったお味でしょうか。はい、まあベースはですね、京都人なら馴染みのある白味噌を使った、お雑煮でよく使われているような、ね、白味噌をベースにしたお出汁に、はい、具は鶏肉と長ネギと入れまして、上にちょっと三つ葉としば漬けをトッピングしまして、はい、まあ、なんていうか甘じょっぱい感じで、ビジュアル的にも綺麗なように仕上げてるんですけれども。そうですよね、私もいただきましたが、ありがとうございます。しば漬けがすごい合うんですね。そうですね、びっくりしました、はい、前からしば漬けっていうのはよく料理とかにも使われてるんですけども、はい、まあ、甘いものを合わすとちょっとピリッと引き立て役にもなってくれますので、まあ、それ自体も主役になってくれますので、まあ、京都のもんですので京都らしいお蕎麦ということで、ちょっと取り入れてみました。3月まではいただけるということで。そうですね、3月いっぱい、ちょっと当初1月2月で終わりにしようかなと思ったんですけども、今年で3年目ぐらいになるんですけども、お客さんの中でもっと長いことやってくれというありがたいお言葉がたくさんあるもんで、今年から 1、2、3月、3ヶ月、まあ、限定といっても長いんですけども3ヶ月の限定でやらせていただいてます。はい、皆さんもぜひ食べに来られてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。